さあ、では鏡の布を取らないでいきましょうか。ええ、臆病者だと笑ってもらって構いません。結局僕は恐ろしくてその布を取ることができなかったんです。その布を取ったら必ず恐ろしいことが起きる。そんなとてつもなく不気味な気配に僕は屈したんです。その後僕は鏡のことを極力考えずに過ごしていました。ですが考えないようにすればするほど逆にその思いは強くなっていくものです。その鏡の存在が頭の中を支配し普段の生活にも集中できなくなった頃、その保管棟の中にもう一度入る機会が訪れました。しかしすでに保管棟の中にあの鏡はありませんでした。後に残っていたのは鏡があったことをわずかに示す日焼けの跡と、まるで人の顔のような不気味なシミだけ。僕はなぜあの鏡がなくなったのか気にかかり、思わず父に問いかけました。すると父は、あの鏡は欲しい人が現れたので譲ったと答えたんです。妙な話です。あの鏡は預かり物だったはずなのに、欲しい人が現れたから譲っただなんて。ひょっとすると父は僕がその鏡に執着していることに気づき、慌てて処分したのかもしれません。僕はがっかりするよりもむしろあの不気味な鏡がなくなったことにほっと胸をなで下ろしました。僕の鏡の正体を知りたいという欲求はもう限界に達していたんです。鏡があのまま保管棟の中にあったら、僕は間違いなくそれを見てしまっていたことでしょう。ともかくその鏡がなくなったことで僕の執着も嘘のように消え、再び元の日常が訪れました。ですがその日常は長くは続きませんでした。あの鏡に関する噂話が僕の耳に入ってきたんです。それはとてつもなく恐ろしい話でした。あのあとあの鏡はいろいろな人々を転々として、最終的にはある女性の所有物になったそうです。その女性は鏡の噂を聞きつけ、亡くなった母親に会うためにその鏡を探し求めていたようです。ところが女性が見つけ出した頃にはその鏡はとても高価なものになってしまっていたんです。価値がなかったはずの鏡は噂が噂を呼び、人々の間で売り買いがなされているうちに、いつの間にか高価なものへと変わってしまっていたんですね。それでもその女性は母親に会いたい一心でかなりの無理をしてその鏡を購入しました。ちょうどその頃、偶然あるテレビ局がその鏡の噂を聞きつけ、女性に取材を申し込みました。普段の彼女ならそんな取材なんて受けなかったんでしょうが、彼女は高額な鏡を買ってしまったためにどうしてもお金が必要でした。そのためテレビ局の報酬を条件にその取材を受けることに決めたんです。果たして本当にその鏡は生き別れた彼女の母親を映し出すのか否か、テレビクルーを交えての取材が始まりました。彼女にとってもこれは踏ん切りをつけるためのいい機会とも言えました。彼女はもしも鏡に母が映らなかったらという恐怖から、それまで鏡と向き合うことができずにいたのです。そうして彼女が初めてその鏡に向き合った瞬間、
ぼんやりと鏡の中に母親の姿が浮かび上がったんです。あ、母さん、本当に母さんなのね。会いたかった。私、母さんに謝らないといけないことが。テレビクルーの皆は息を呑みました。確かにその鏡の中には明らかに別人の女性の姿が映っていたのです。彼女は涙を流し、鏡に映る亡き母親と嬉しそうに会話を続けました。はじめ今回の話に疑心暗鬼だったテレビクルーたちも、その光景を見たとあっては興奮と驚きを隠せない様子でした。もしもこんな映像を放送できたのならば、世間で大評判になることは間違いありませんでしたからね。そうしてその撮影は大成功に終わり、最後は鏡の前で嬉しそうに微笑む彼女の姿を撮って終わりを迎えました。鏡のおかげで母親に会えた彼女も、そして素晴らしい映像が撮れたテレビクルーたちも皆満足して家路に着きました。ですがその翌日、クルーたちのもとに悲報が飛び込んできました。なんと取材を受けた彼女が自殺をしてしまったというんです。彼女は鏡の前で自らの首をかき切り、息途絶えていました。頸動脈から吹き出した凄まじい返り血を浴び、鏡は真っ赤に染まっていたそうです。なぜ彼女が自ら死を選んだのか。彼女は鏡のおかげで母親に会えたことをとても喜んでいる様子でした。自殺をする様子など微塵も感じられません。実際にその光景を間近で見ていたテレビクルーたちも皆同じ感想でした。ひょっとして彼女は鏡の中の母親に会いたい一心で自ら死を選んでしまったのだろうか。クルーの間でも動揺が広がりました。彼女が死んだこと自体もそうですが、何より彼らにとってその映像が放送できなくなることを恐れたんです。そんな中、彼女の死に疑問を感じたクルーの一人が取材した録画映像を見返すことにしました。ひょっとしたら彼女が死んだことに関連する何かがその映像に映っているかもしれない。そう思ったんです。その映像を見始めた時、彼は鏡の中に奇妙なものが映っていることに気づきました。そこに映っていたのは彼女の母親などではなく、白い肌に大きな黒い瞳、不気味に大きく口を開いた化け物でした。その前に座る彼女は涙を流していましたが、それは嬉し涙ではありません。その表情は恐怖に歪み、同行していたテレビクルーに向かって大声で助けを求めていたそうです。助けて、殺される、この鏡の中の化け物に殺される、これは私の母なんかじゃない、なんでみんな助けてくれないの。鏡から伸びた白い手はものすごい力で彼女の手首を握りしめ、手首から血が滴り落ちるほどでした。ですがもちろんテレビクルーたちはそんな光景を見た覚えはありません。クルーが見ていたはずの光景は嬉しそうに母親と喋る彼女の姿だけでした。その映像を見ていたクルーは得体の知れない恐怖に体を震わせましたが、その映像から目を背けることができずにいました。彼女の叫び声はやがて絶叫へと変わり、音割れがするほどになりましたが、橋の方に映っているクルーたちは
ただ何事もなく平然とその光景を見つめ続けているのです。その直後、彼女の絶叫が止みました。それと時を同じくして、その撮影も終わりを迎えました。映像に映った彼女の最後の姿は、まるで死人のような恐ろしい表情を浮かべていたそうです。その映像を見ていた彼はすぐに他のクルーに電話をして、その一部始終を伝えました。ともかく、こいつは間違いなく凄まじいものだ。すぐに来てこの映像を見てくれ。いや待て、映像が動いて。おい待て、やめろ、早く来てくれ。クソ、なんてこった、俺の手首が。クソ、早く助けに来てくれ、早く早く早く。そう伝えたところで、その彼からの連絡は途切れたそうです。クルーが彼の元へと到着した時、後に残されていたのはテーブルの上の血痕と何もない画面を延々と映し続けるモニターだけでした。彼の行方がわからなくなったのとともに、鏡を映した録画データもどこかに消えてしまいました。そして死者に会えるというその鏡自体の行方もいつの間にかわからなくなってしまったそうです。その鏡は今どこにあるんでしょうね。もしかしたら皆さんの家にある鏡のどれかが死者に会える鏡だったりするのかも。もっとも僕はそんな鏡見たくもありませんけどね。これで僕の話は終わりです。なんでそんな怖い話するんだ。めちゃめちゃやばかったっすね。僕の中のトラウマがまた一つ増えてしまった。大丈夫、僕の家にある鏡は純和風の鏡とかばっかだから、多分それと違うし問題ないはず。確かになかなか怖い話じゃない。ちなみにその鏡ってどんな形してたの？色とか特徴は？あれ？話してませんでしたっけ？僕自身が見た鏡は布がかぶせてあったものだけなんですよ。だから形状とか色とかはわからないんです。後の話も伝聞ですからね。ですから皆さんの家にある鏡がその鏡であったとしても、何ら不思議はないということです。ひょっとするとその鏡は和風の鏡だったかもしれませんよ。皆さんの家にある鏡が普通のものであることを僕も祈っていますよ。いじめか。まあこんな感じで怖い話をしたわけなんですが、実は僕自身も怖いんですよ。それ以降鏡見るのがトラウマになってるんです。普通にお話のレベルが高すぎますよね。これどうにかして解消できる方法とか知りません？何よそれ、自爆？あんたのことなんて知らないわよ。自分のことは自分でどうにかなさい。なんか自分で喋っておきながら怖くなってきたんですけど、どうしよう。自爆テロか。また迷惑すぎる。あ、びっくりした。なんだ声なんて上げて。この程度の小声に過剰反応すぎだろ。というわけで悪い、ショックラン正面行ってくる。あんたね、もう少し言い方ってものがあるでしょう。そうだぞ、デリカシーなさすぎ。お前だけには言われたくないわ。やれやれ、やっぱり昼間は少し飲みすぎたかな。まだ多少酒が残ってるのかもしれん。おや、
高波とともに鏡が砂浜に打ち上げられたようだ。おや？しかし鏡とはね、これはまた何ともタイムリーな。大方近くの町から流れ着いたんだろうが、さてどうしたものか。このまま放っておくとネルコたちが町の存在に気づくかもしれんし、処分してしまうのが無難なんだろうが。だがこの鏡をあいつらの土産に持っていけば泣いて喜べそうだよな。正直それも面白そうではある。しかしこの鏡、海を漂っていた割には綺麗だな。割れてもいないようだし、大して汚れてもいない。年代物の鏡ではないようだが、それなりにしっかりした作りのまし。ああ、いや、そんなことはどうでもいい。さっさとこの鏡の処理方法を考えないと。どうする？おー持って帰れるんだ。うん、それはね、持ち帰りますよね。まあ、あいつらも喜びそうだし、持って帰ってやるか。わあ、鏡を見つけたんですね。さっき怖い話したばっかりなのに、素敵な偶然、海を感じる、目立つ頃に飾りましょう。って感じになることだろ。悪い、遅くなった。そういや、砂浜の方で面白いものを見つけたんだが、何度も面白いもの。背中の後ろに隠してるそれのことか。なんかすごく嫌な予感がする。いや、さすがにまさか鏡なんてことはないでしょうし。まさかね。何でしょう、何を見つけたんです？一応言っておくけど、私たちを怖がらせるような真似をしたら許さないわよ。まあまあ、そういうな。実は海岸に流れ着いた鏡見つけな、持ってきたんだ。池田さん、そんな立ちの悪い冗談やめてくださいよ。こんな絶海の孤島に鏡なんて流れ着くわけないでしょ。笑えない冗談ね。本当。そうだ。怖いの反対。いやー、それが本当なんだよな。本当に流れ着いてたんだよ、鏡が。おいおい、驚くな、明かるが、そこまで叫ぶほどじゃないだろ。何の変哲もない鏡だぞ。おいおい、いくらなんでもちょっと俺の扱いひどくないか。ちょっと鏡持ってきただけだろ。一体どうしたってんだ。バカ、池田、鏡の中、なんかあるかな。中に化け物がいるって言ってるのよ。池田さん、早くそれ、うんと遠くに放り投げてください。早く。なんだと、鏡の中に。これは怖いな、確かに。覗き込んだ鏡の中には不気味な白い化け物がいた。それは鏡に描かれているようなもんではない。その中にいる何者かはこうして視線を向けている時も絶えず不気味そうにうごめき続けている。イケラ、何してんだ。そんな鏡早く捨てて。そうしたいのは山々なんだが、どうやらこいつは俺のことを話してくれないみたいだな。鏡から伸びた白い手がさらに俺の手首を強く握りしめる。ぼやけた見た目に反して、その力はまるで万力のような凄まじいもんだ。手首に血が滲み始める。池田、何笑ってんだ。池田さん、池田が壊れた。もうダメだ。いいだろう、なかなか面白いさ、気に入った。俺に力勝負を挑むとはいい度胸してくる。こうなったらとことん言ってやるぜ。おぉまさかの展開だな。
両手が固定されていたんで、それを利用して本気の膝をクラスやったら、鏡がバラバラになった。ちょうどよく目の前に滝があるんで、その中に鏡をくべる。焚き火の中から化け物の断末魔のようなものが響いた。相手が悪かったよな。妖怪、鏡こそ。池田さんが一番怖いな。俺の幼なじみが寺の坊主なことがお前の誤算だったようだな。勝負しろよ。何それ、そんな力技でいいの？力技で解決させましたね。それに幼馴染が寺の坊主って、あんた自身は何の関係もないじゃない。池田さんね、幼馴染が寺の坊主をしてたからね、押してるよね。でも助かりました。寺の坊主さん助かったんですよね。僕たち通常幽霊に打撃攻撃は無効なはずですが、寺生まれってすごい。寺生まれってすげえ。だから寺で生まれてるのは池田の幼なじみなんだから、池田は寺とは全然関係ない。てんね猫は完全に思考停止してるわね。でも本当に怖かったわ。まあ確かに厄介な相手だったな。怖い話をすると稀にこういう輩を呼び寄せることもある。経験あるんですかこんなこと。いやないが、さあ次の怖い話を続けようか。次はネルコの番だったな。続けるんだ。僕こんなことあったのに続けるんですか、怖い話。やだ、本当何考えてんのよ、あんた正気？これ以上びっくりしたら僕本気でショック死しちゃうです。まあ俺の話を聞け。こういう出会いの怖い話だな。途中でやめると余計に厄介なことになるって相場が決まってるんだ。だから俺たちは最後までやり遂げないといけない。これは必然だ。寺生まれのボースの幼馴染の意見は素直に聞くもんだ。さもないともっと恐ろしいことになる。確かにそういう話聞いた覚えある。定番の状況かも。だから怖い話は嫌だって言ったのに。しょうがないでしょ、こんなことになるなんて思ってもみなかったんだから。本当に怖い話続けるんですか。さあネルコ、うんと怖い話頼むぞ。あんたまさか私たちが怖がってる姿見て面白がってるんじゃないでしょうね。池田さんね、楽しんでそうですからね。考えすぎだ。俺はお前たちのことを思って行動してるに過ぎない。さあ始めよう。仕方ないな。ということで、ねねこちゃんか次どうしよっか。一応もう一個の選択肢も見ておく。さあということで、では鏡を捨てるでいきましょうか。まあさすがにこれ以上連中を怖がらせるのはかわいそうか。ここはおとなしく帰るとしよう。とはいえさすがにこの鏡をこのままってわけにはいかないよな。連中にはまだこの島が絶海の孤島であると信じ込ませておきたい。というわけで悪いが、この鏡にはもう一度海を漂ってもらうことにしよう。この際だ、本気で遠投してみるか。そんな真似をしたらこの鏡漂うどころか海の木図になりそうな気もするが、まあ構わんだろう。行くぞ。おう、我ながらよく飛ばしたな。円盤投げ世界記録を超えたかもしれん。すげえ。ああ声がするんだね。気のせいか、遠くの沖合から音量の断末魔のようなのが聞こえた気がするが、まあいいか。さてみんなの元に戻ろう。これで戻るんだね。多分汁があるかどうかなのかな。さというのはね、悪い遅くなった。ほんと遅いぞ。こっちはさっきの話でみんな怖がって微妙な空気になりまくっていたというのに。別に怖がってなんかいないわよ。ちょっと考え事してただけよ私はね。池田さん、なんでこんなに遅かったんですか。
いや、何、海岸に流れ着いたゴミを、パームレに投げていたら、微妙に時間を食ったな。まさかそのゴミ、鏡だったなんて言わないですよね。さあ、次はネルコンの順番だったな。怖い話頼むぞ。なぜ僕の話をスルーするんです。あえて言わないやつね。なんでスルーするんです。僕本当に怖い話するの嫌だな。まあそう言わずにな。それ昔から怖い話は途中でやめると恐ろしいことが起きるって相場が決まってるだろ。だからみんなのためにも頼むぜ。仕方ないな。で、ね、猫ちゃんの順番って感じになるのかな。じゃあ怖い話といえば、水槽の脳って知ってる？なんか嫌なこと思い出しちゃったんだけど、そういえばなんかあの島の地下にでっかい脳みそあったわよね。あれに関係する話？いやあれとは関係なくて、いやちょっとは関係あるかもだけど、簡単に説明すると、僕たちは今こうやって島で遭難しているわけだけど、実はこの光景は何もかも水槽に浮かんでいる脳に接続された PC によって作られた幻想に過ぎないって仮説。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。